様こんにちは。本日は AI スマート住宅エキスポ日印インテックブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより日印インテックがご提供いたしますつながるスマートホームの世界をデモンストレーションを交えながらツアー形式で皆様にご紹介してまいります。こちら最後までお付き合いいただきました方にはこちら素敵なプレゼントもご用意いたしております。どうぞ最後までお付き合いください。さて、いよいよ住宅設備にも IoT や AI などの技術が導入されることになり、私たちの住環境におきましても以前に比べ安心安全そして格段に快適なものとなる、いわゆるスマートホームの世界が現実的なものとなってきました。今回の展示会におきましても各社さまざまなサービスやアプリケーションをご紹介されておりますが、私たち日印インテックがお届けいたしますスマートホームの製品やサービスは2019年春、そうなんです、来年早々には皆様にお届けすることができます。すぐ目の前にある手の届くものとなっております。そして私たち日印インテックがお届けいたしますスマートホームの製品やサービスは我々に加え GMO クラウド、そしてアントハウスの3社によりまして利便性とそして強固なセキュリティを実現いたしますトータルソリューションでお届けいたします。さあ皆様一度こちらのブース全体をご覧ください。こちらのブースは家をモチーフといたしております。そして玄関は皆様の右手にございます。まずは玄関からご紹介でお進みください。さあこちらにございますのはマンションなどの共用玄関にあるインターフォンだとお考えください。私のマンションもそうなのですが、このような共用玄関を入る際には暗証番号を入力したり、あとはカードキーをかざして入りますよね。しかしこちらの顔認証付きテレビドアフォン、なんと顔認証で解錠させることができるんです。あらかじめ個人の顔を登録しておきますと鍵などなしでこちら解錠することができます。ここは私の家なので私の顔が登録してあります。さあそれでは実際に試してみましょう。はい、こちらスマートに、顔認識がされます。そして、こちら鍵などがございますとカバンの中で鍵を探したり、あとは鍵を忘れてしまったりとしたこともありますので、自分の顔が鍵になるのはとっても便利ですよね。さらにこちら QR コードを発行しまして、このように QR コードをかざして解錠させることができますので、親戚や親しい友人を招いた際にも共用玄関から呼び出される煩わしさからも解放されます。ここにありますカメラドアフォン、なんとカメラ付きのインターフォンなんです。はい、カメラ付きのインターフォン今では当たり前ですよね。しかしこちらのカメラドアフォン、今までのものとは全く異なる機能があるのです。そちらの機能につきましては後ほどご紹介させていただきますので、今回はこちら扉のノブについておりますスマートロックをご紹介させていただきます。さあ皆さん、鍵を開けるのに何を使いますか？普通は鍵を開けるのは鍵で開けますよね。しかしこちらのスマートロックは指紋で開けることができるんです。先ほどの顔認証と同様に指紋を登録しておけば鍵などなしにスマートに開けることができるんです。指紋で開けることができますので、両手に荷物をいっぱい持っていたり、あとはカバンの中から鍵を探したりといったことがなくなりますので、とっても便利ですよね。さらにこちら指紋だけではなく、このような NFC をかざしたり、あとは暗証番号を入力して開けることも可能です。さあこちらはスマートホームの要とも言えます、スマートホームコントローラーです。照明、エアコン、あとはドアのロック、セキュリティなどスマートホーム内でつながる全ての機器のコントロールを一括で行うことができるんです。そしてお隣にございますのが IoT スマートミラー。一見普通の鏡に見えますよね。皆さんの顔映っておりますよね。しかしこちらの IoT スマートミラーはスマートフォンコントローラーの機能も併せ持っているんです。さあそして IoT スマートミラーご注目ください。はい、先ほどのカメラドアフォンの映像が映っております。こ
ちら IoT スマートミラーでカメラドアフォンの映像を見たり通話をしたりロックを解除するといったこともできるんです。さらにこちら IoT スマートミラーネットとつなげば音楽を聴いたり動画を見たりさらに天気予報をチェックしたりといったことが鏡の前でお化粧や外出の準備をしながら行うことができるんです。さあ続きまして、さあスマートホームコントローラーはスマートホーム内でつながる全ての機器のコントロールを一括で行うことができるとお伝えいたしました。実際にそのシーンをご覧いただきましょう。さあ皆さん、帰宅したらまず何をしますか？電気をつける、エアコンをつける、もしくはカーテンを開ける、いろいろございますけれども、スマートホームはこちらただいまボタンを押すだけなんです。では実際に押してみましょう。はい、このようにダウンライトが灯りました。続きましてカーテンが開きました。このようにスマートホームではこちらただいまボタンを押すだけでエアコンや照明などあらかじめ設定しておいた心地よい状態に再現してくれるんです。こちらただいまモードの他にも就寝モード、お出かけモードなどそのシーンに合わせてあらかじめ機器を設定しておくことが可能なんです。